皆さんこんにちは、アイリです。とおだけでひろでございます。お久しぶりです。おめでとうございます。そう、おだけでひろさんがね、また遊びに来てくださって、ありがとうございます。いや、今回お呼びいただいてね、私も興奮がすごいのよ。いや、ないの、私の方すごいから。いや、私の方が興奮してると思う。今日は、前回、1年前に撮った時に、はい、40代の悩みに特化した感じでメイクお願いしたんですけど、はい、うん、私、その時のね、技術アップデートしてないの、うん、なるほど。ヒロさんに教えてもらったままなので、うん、今日も、はい、シミ、シワ、たるみ、おカバーしながら、うん、はい、ヒロさんのおすすめコスメで大激変してもらおうかなと思います。わかりました。今日のメイクアップというのはですね、なんか色でパッと今っぽくとか、なんか形で今っぽくではなく、うん、アイリーさんらしくというところを軸にね、メイクさせていただこうかなと思います。嬉しい。そうということで、早速お下地からいきたいと思います。はい、下地はね、これまたね、年齢関係なく、どんな世代でもお使いいただける下地なんですが、これはもう私が今年一番推している下地でございます。こちらデコルテの、フローレススキングローライザーというですね、これは透明感と明るさをプラスしてくれる下地になります。そしてね、潤い効果が高いので、ちょっとピンクベージュっぽい感じのカラーなんですが、これを乗せていただきますと、内側からみなぎるね、発光感、内側からみなげる生命力をプラスすることができるという素晴らしい下地なんですね。じゃあ私ね、透明感を一番大事にしてるんです。わかります。そうなのよ。なぜならば失っていくから。そうなの、私もそうよ。こんな時こそこの下地に頼ってみてほしいの。そう、なのでこれを乗せていきます。買うわ。そう、すぐ買っちゃうので。そうなの、前回散々よ。もそりゃそうですよね。どんだけ買っちゃったと思って。いや、ほんと正解。そう、いいと思われたもの、そして自分の人生にプラスになるっていうものは取り入れていった方がいいと思うんですね。うんうんうん、そう、これの下地というのは綺麗になるだけではなく、人生にとってプラスになるものなんです。もう買うって。そうなの、今日そんな言われちゃったらもう買う。なのでこの下地を乗せていきたいんですけれども、これね、指でバーッと乗せていきたいと思いきや、しっかりと発光感、透明感は出るんですが、欲張っちゃいけないんですね。でこれを極力薄く乗せていきます。そこで使っていくのがこちら、サンヨーチークブラシでございます。買ったわよ。ありがとうございます。なんで2月に注文して5月よ、発送。そうなの、どうお待たせいたしましたということで、いや、これね、チークブラシなんですけれども、こちらは、ナイロン製でできておりますので、こういった下地をのせるのにもとっても適したブラシになります。チークをのせるように下地をのせていくんですね。なのでこれをね、これで取りますでしょう。はい、取りましたら、これをまずファーストタッチはここからスッと横、スッ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 とこうやって乗せていくと、これはですね、チークブラシのブラシの先がですね、キメの中にフィットすることによって、下地が薄くちゃんとピタッとつくんですね。そう、時にくるくる回したりとか、ちょっとシワがあったらちょっと引っ張っていただいて、このままくるくるくるって回したりとかするんです。そう、こういう感じで入れ込んでいくっていうのが重要になります。塗り込みではなく、こうやって入れ込み、お忙しい時はね、両手でパパっていう感じでもね、アイリーさんがやってるあのテクニック、ごめんなさい、本当にヒロさんの逆らってる私。いや、いいのよ、時にはね。でもね、やっぱり持ちを良くさせるため、はい、そしてより透明感をですね、内側から引き立てたい時には、うん、薄く薄くキメにフィットさせるってことが重要になります。こうすると今ね、内側からね、なんとなく変わったと思います。一回見てちょうだい。今薄く重ねただけなの。なんとなく変わった。なんとなく変わりました。これが正解。下地の時点でうわ変わったっていうのはもう大失敗。お顔が発光してね、逆にまん丸とお月さんフェイスになってしまう。じゃあ逆側もね、はい、お顔の中心からふわっとこうやって伸ばしますでしょ。伸ばして伸ばして伸ばすんですけれども、伸ばしっぱなしはいけない。こうやってキメの中にフィックスさせていく。そして目尻の部分、シワがある方はこめかみをピュッと持っていただいて、伸ばしていただいたらくるくるくるっと入れ込んでいく。これがとっても重要です。そして小鼻のあたりはさ、毛穴があるじゃない、うんうんうん、毛穴がある部分も塗り込んだだけだと毛穴にちゃんとフィットしていないので、こうやってブラシの先をね、立ててくるくるくるってやっていく。で、忙しくて時間ない朝はこれさーっと振っていただいても、ブラシがとても柔らかいので肌を傷つけることがなく、ちゃんとにフィットさせることができます。気持ちいいでしょ。気持ちいい。そりゃそうよ。すごいでしょ。すごいわ。本当にすごい。そうよ。こういう感じ。薄く薄くね。こういう感じ。こうしていただきますと、お顔の発光感、明るさは出たんですけれども、首との境目そんなに出ていないですよね、うん、薄くワンベールのせただけなんですが、この下地というのはですね、のせ方によって小顔効果を叶えることができる下地なんですね。そう、小顔も叶えてほしいでしょ。そうなの、そうなのよ。私もわかる。余った下地あるでしょ、うんうんうん、この余った下地を指に取っていただきます。そうしましたら、今度はこのビューティースポットに
ポンポンポンってこの部分だけ下地を若干だけ厚めにしておきます。でこのね細部の部分、目尻、そしてこの目頭のこの部分、そしてこの小鼻の部分、この部分にはブラシプラス指でねトン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 と明るさをプラスしていきます。こうするとちょっとだけ立体感がプラスされました。でこちらもお顔の中心にトン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 とこういう感じで、で細かいところはこう指でトントントンとフィックス、トントントンとフィックスしつつ小鼻の周りもトントントン。くすみがある部分というのはブラシでのせるとそんなにカバーをしない、そんなにその下地効果が発揮されないので、指でトントン置きながら、こうやってのせていただくことによってくすみや明るみをちゃんと飛ばすことができます。あとはポイントなのは指示を超えたら口周り、そうこの周りもやっぱり明るくするっていうのがポイントです。ポイントは口周りといってもこの口角の部分、この部分はやっぱり明るくしておくことによって、真顔が笑顔に見えます。そうよ、うん、一回見てちょうだい、はい、指でやった厚みをね、うん、お顔の外までやってしまいますと全部がバンと張ってしまいますので、うん、そうではなくパンと張っていいのはこのビューティースポットのゾーンのみ、うん、そうテカテカじゃないの、ツヤっとしてる の, そ, うなのよ、それもすごいですね、とっても上品でしょ、お上品なツヤ感、本当に発光してる感じ、そうなんかね、私の大好きなの、うん、パールのツヤみたいな感じ、なるほど、わかります、わかる、私も好きです、ね、そうなんですよ、もうブラックパール、そうねえ、ブラックもホワイトも好き、ホワイトも好き、そうなの、そういやねえ、どっちのパールでもいいけど、とにかくパールのテリー、そう、うん、あのテリーがやっぱり目指すところ、うんうんうん、すごく優しい光じゃない、うん、そう、穏やかな光、人をね、優しく包み込んであげるような母性的な光、そう、それが四十超えたら必要なの、そう、ここからファンデーションに行きます、うん、ファンデーションはこちらエストのフローレスコンシーリングクリームファンデーションを使っていきます。このクリームファンデーションはですね、コンシーラーいらずのハイカバータイプのファンデーションになるんですけれども、実はこのクリームファンデーションは全顔にのせるとですね結構カバーをしますので、じゃあなんでこれを選ぶかって言いますと、40を超えますと、いろんなね隠したいもの増えてくるでしょう、うん、そういった方に薄付きのファンデーションを使ってもほぼ意味がないんですね、うん、なのでファンデーションというものは意味のあるものを使っていく、ここがとっても重要な世代です。ここでね、まずスパチュラで取っていきます。取る時も本当に米粒半粒、本当だ、そう、米粒半粒をちょんとつけます。もうこれで十分なんですね。そう、これをね、指でこうやって取っていくんですけれども、名前の通りコンシーリングファンデーションになりますので、コンシーラーでタッピングしながらちょっとずつカバーしていくじゃない、そののせ方をしていきます。まずはこのビューティースポットにトン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 、この部分にトン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 、コンシーラーのようにこうやってのせていきます。今若干カバーされましたよね。でこれ、されてる、滑らせない、均一にしない、カバーしたらちょっと例えばカンパンやシミがあるなというところにもう一度軽くトン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 とこういう感じ。まずカバーしたいのはここ、もう絶対的に皆さん顔の外側やいろんなところにカバーしたいものがあると思うんですけれども、大体の方はですねいろんなところから、そういったカバーしたいところからパッと乗せてしまうと思うんですが、お顔の造形的には基本的にはこのカンパンゾーンと言われるこの部分からカバーをしていくと、お顔のバランスがねとても美しく、キープしながら、カバーができます。そんなに変わってないんじゃないって思うのが正解です。そう、あとは、ね、このお口周り、このくすみの部分と、あと顎の部分、もう薄く薄くです。そう、クリームファンデーションをザッとのせてしまいますと重さが出すぎてしまいますの で指に余ったものを、これまぶたです、まぶたのこの上です、このアイホールのこのフレームゾーン、疲れた時にくぼみが出るこのゾーン、このゾーンにだけファンデーションをのせていきます。年齢重ねますと小鼻の周りや例えばこの目のフレームのこの部分、くぼみありますよね、このくぼみの部分は指が入らない場合があります。そんな時に使っていただきたいのがこちら、ソンヨブレンディングブラシです。これを小鼻の周りはこういったブレンディングブラシを使って細かくこうやって入れていくんです。細かく入れつつ、そしてこの目のフレームのこういったくぼみがあるところはブレンディングブラシを全部使っていきます。くぼみが出るところっていうことはシワが出るところですよね。その部分は指でザッと押せてしまいますと重さでパリッと割れてしまいますので、ブレンディングブラシを使っていくのがポイント。本当にこのブラシいろんな使い方ができるから、もう一個買っちゃおうかなと思って。そうなのよでもねもう今完売状態なんですよ。すいません、ありがとうございます。そうよ、より持ちを良くさせたいということと、例えば今クリームファンデーションが乗った部分と乗ってない部分ってありますよね、うん、この部分がちょっと境目が出てしまった部分、もしくは境目が出てないけれどももうちょっとナチュラルにしたいなという時には、先ほど下地で使ったこちらのブラシ、これで何もファンデーションをつけないでこのまま一回ブレンドするんですよ、バーって。こうすると
このクリームファンデーションがこちらのブラシにちょっとだけ吸着されるんですね、うん、それが外側についてないところにこういう感じでブレンドしていくと、うん、より全体的な均一感が出ます。こういう感じ、見た目はそんな変わらないんですけれども、統一感、そしてキメにフィックスさせることでの透明感っていうのがさらにアップしていきます。で、このね、まずビューティースポット、この、ね、シンボルシミはね、まず放置しておきます。だいたい隠したいところからポンっていきたいと思うんですけれども、基本的にはまずはこのビューティースポットにトンと置いていただきます。置いていただいたら、ここからトン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 とこの乾パンゾーン、この部分にトントントンと置いていただきましたら、今度は内側にトン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 、この面のある部分です。そして細かいところは後からブラシで乗せますので、指ではこの面の部分だけトントントン、こういう感じ で全体にトン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 で広げていただいたら、今度はシンボルシミトン。そう、でもこの時点ではちゃんとカバーしなくていいです。ここに置いていただいたら、ここから広げていきます。もうちょっとずつちょっとずつ、なるほど、置いていく感じ、トントントンと、あのコンシーラー乗せるようにね、そう極力少量少量っていう感じで、でつけながらフィックスってちょっと難しいんですね、うん、なぜならばいろんな毛穴の形、いろんなシワのサイズ深さいろいろありますので、やはり全体的にトントントンとこうやってフィットさせていって、フィットしていってからこのブラシでふわーっとブレンドしていく、これが一番あの馴染ませやすく、キメやシワに入りやすいパターンの、のせ方になります。そうしましたら細かいところはブレンディングブラシつけますでしょう。そしたら小鼻のくるくるくるっとこの細かいところ、この部分はくるくるっとブレンディングブラシを使っていきます。目元のくぼみの部分、この部分も優しくスッ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 とこういう感じでこうしていただきまして、これで今ブレンディングしたら薄く出ましたよね、シミがね。一回でカバーしないで、カバーしつつ伸ばして、カバーして伸ばしつつを繰り返しながら、カバーしたい部分は消していきます。で、もう一度今度は指に取っていただいたらトントントン、で、この時点でも 100% カバーできなくて OK です。そう、一回見てちょうだい。はい、あ、でもだいぶカバーできてる、だいぶカバーできてる、だいぶカバーできてる、すごい。今ファンデーションでシンボルシミを薄くしていきました。細かく点在しているシミというのも今うっすら あるんですけれども、ここでこの、シンボルシミやうっすらしたシミをですね、完璧な方向性に持っていくために使っていくのが、リキッドコンシーラーなんですが、ここでポイントなのがマットな質感です。そこで使っていくのがこちらアルマーニのね、リキッドコンシーラーです。そう、これでトンと一気にカバーをしていきます。ポイントなのがちょっと濃いタイプのコンシーラーなんです、うん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 、実はですね、この濃いものに対してもこちら、ブレンディングブラシ、これを使ってちょっとずつカバーをしていきます。なるほど、これでちょんちょんちょんとカバーします。こうすると今ちゃんとね、今カバーをされてきたと思うんですけれども、おや？ちょっと色浮いてないと思いますよね。そう、浮いてて正解です。え、上からの？私こういうコンシーラーを使えない理由なの。なるほどね、うん、そう、こういうものを使うと結局その部分が隠れたけど隠した感出ちゃうじゃんっていうのはもうこれいいんです、うんうんうん、さらにこの上から重ねるものがありますので、で、こちら側にもね、ちょっと細かいのがあるんですけれども、この部分をスッとさすりながら、スッスッスッとスッスッと、ちょっとお色味をね、濃くしていきます。はい、濃くしましたら、ここからやっていただきたいのが、ブリーファンデーションです。なるほど。部分的パウダリーファンデーション。そこで使っていくのがこちら、エレガンスのリファイングベルベティファンデーションでございます。これね、実はですね、これ触っていただきますと、そこまで濃くはないですね。濃くなかった。で、この間のお色なんですけれども、この間のお色をですね、こちら、サンアイシャドーブラシを使っていきます。こうやってね、取りますでしょ。はいはい、取りましたら、このパウダーファンデーションをブラシで、上にポン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 と重ねていきます。こういう感じ。この部分に重ねたら、このままふわーっと外側に広げていくんですね。こういう感じでふわーっと重ねていきますと、ちょっと隠れてきたでしょう。あ、本当だ。そうなの。トン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 と置きます。置いたら、ここがパキッとカバーしたっていう感じに見えてしまいますので、置いた部分の周りをこういう感じでブラシでさーっとフェードアウトしていきます。隕石ドンした後にふわーってなりますでしょう、あの感じ。そう、隕石ドン、隕石ドンでカバーしましたら、この周りを優しく優しくね、ふわーっとフェードアウトしていくと、肌と馴染んで一体化、ここにね、シミがなかった感じに見えちゃうんですね。で、ブラシに余ったものをこういった細かいね、他にカバーしたいところに軽くかぶせていく。そう、ブラシに余ったものっていうのがポイントです。こういう感じ。わっ、眠ってる。そうなの、ぐっすり。素晴らしいでしょ。素晴らしい。そうなのよ、ちょっと見てちょうだい。そうよ、
素晴らしい。しっかり隠れましたでしょう。熟睡。そうなの。そう。でこういう感じのレイヤードでカバーをしていただきますと時間の経過でも本当にあの綺麗に崩れていきますので、だから目指すところは綺麗な崩れ方。そう、ここがポイントでございます。であと右側の今ねうっすら濃く、カバーをしたところなんですけれども、その部分もブラシに取っていただいたらカバーしたいとこトントン、隕石落ちたトントンみたいな、ちょっと違ったの表現これでトントンぐちゃぐちゃな、トントンしていただいたら、隕石じゃないね、トントンしていただいたらトントンしたところからブラシでスーッと放射状にね、放射状にスーッとブラシを滑らせていきます。こういう感じつるんとなってますでしょう。つるんとなってる。いやこれはね何回も再生していただいてご覧いただけばよ。いや本当に本当にそうする。作りながらもう再生しますね私何回も。でここで安心しちゃいけないのが、安心しちゃいけないのが、そうこれでパウダーでセッティングしていかないと絶対崩れちゃうんです、ね、そうね、そう崩れやすいポイントにだけパウダーをセッティングしていきます。そこで優秀なのがこちらスックのね、こちらフェイスパウダーなんですけれども超大容量、もうねとにかく容量はポイント。そうそうそう、大きい大きい。このパウダーね、パフでパンパンいっちゃう方いらっしゃると思うんですけれども、そうすると今まで丁寧に細かくやったものが全て台無しになっちゃうんですね。なのでここでやっていただきたいのが、パフを裏返していただきますともうねパウダーついてるんですよ、うん、なのでこのパウダーをですね、先ほど下地でつけたこのブラシありますでしょ、うん、ここにこうやってここで取るんですよ。そうこうやって取って、この下地のちょっとウェット感とこのパウダーをミックスするんですよ、うん、このブラシに残っていたの下地の油分とミックスしちゃう、うん、いやもうその発想ない。もう油分とミックスさせる発想なかった。そう油分とミックスさせるとちょっとしっとりした感じになる、うん、しっとりしてる。そう、うん、このしっとりしたやつを崩れやすいこの T ゾーン、そしてこの小鼻、そしてお口周り、あとはポイントなのはこれからアイメイクをしますので、うん、アイメイクのベース、そしてこの眉毛の中、そうこれポイントです。このねアイメイクが崩れやすい二重ラインにいろいろ入っちゃうんですっていう方は、うん、このアイメイクの際の部分にパウダーをセッティングして眉毛も飛んでなくなっちゃうっていう方は眉毛の中にもパウダーを仕込む、うん、そうこれだけで OK。 これだけ？そう、でも今の部分だけやるだけで、うん、メイク崩れのポイントになりますので、うんうん、この部分にパウダーがちゃんとセッティングされていることによって内側から油分が出た時にも、うん、その部分がちゃんと抑えられていることによってメイク持ちがすごく良くなるんですね。先ほどの作ってもらったベースメイクがしっかり生きているので、そうなんです、さらに崩れにくい。そう、ちょっとここまでの工程ってさすがにこんなに時間がかけれないと思っている方、そしてさすがに私はこんな工程までめんどくさくてできないという方、それはそれでもちろん気持ちはわかるんですけれども、うん、時に自分にこういった丁寧な施しをしていただきますとやっぱり自分を丁寧に扱っているという感じになるので、その感覚が自分をめでるセルフラブにつながります。そうすると人にも優しくできるようになるんですね、うんうんうん、で自分に適当にバッコバーっとお隣にねやるのはいいんですけれど、それは週に6日まで、うん、そう週の1日だけは今日のこの丁寧なテクニックをやっていただきたいんですよ。そうすると丁寧な生き方ができるようになっていく。それがとっても大切なので、この動画は人事ではなくちゃんと自分事に落とし込んでいただきたいんですね。そうなのよ。本当にその通りだと思います。これをするだけでやっぱり気分が違うもんね。そうなのよ、ね、それだけで本当にその日の一日が変わってまた人生が変わるって思うもん。やっぱり幸せになりたいっていう気持ち皆さんあると思うんですね、うんうん、幸せになりたいっていう気持ちはじゃあどういうふうにすればいいかということを言葉にできます。まずは自分を大切にしてあげること、自分を幸せにしてあげることですね。セルフラブメイクアップアーティスト私そうよ。じゃあ次パーツメイクいきたいと思います。ということで次はですね、もう王道アイカラーパレットということで私本当におすすめなのがですねこちらクルロ工房店のこちらアイカラーパレット、ちょうど買ったところ。おっとこれいいでしょう。そうなのよ、上品なのよ。上品、まさに上品、うん、そして使いやすいというところ、うんうんうん、そうこのクルポのアイカラーパレットは銅の塩が上品に仕上がるんですね、うんうん、そして私が今回選ばせていただいたこのオレンジのカラーがやっぱりぬくもり温かみ、うん、そして時間の経過で少しねやっぱり目元というのはくすんできますので、そのくすみを軽減してくれるオレンジということでこちらのカラーを選びました。あとやっぱりエナジーポジティブになって、やっぱりこう年齢重ねますとやっぱり元気がなくなってくるんですよ、うんうん、その元気印としてこちらのねオレンジをねまとっていただきますと常にこうねポジティブな印象に見えます。そうこれをねちょっとベースに使っていきますね。 嬉しい。あとこのカラー選ばせていただいた理由が、うん、なんとですねこのアイカラーパレットにあるこのお色がですねアイリさんのまぶたの色に相性がいいんです。今のまぶたの色ご覧いただきますとこのまぶたの色味とこの色一緒でしょということはコーディネートしやすいということなんですね。で40
30を超えましたら選んで失敗がないアイカラーパレットというのは、パレットの中に自分のもともと持っているまぶたのくすみや、もともと持っている赤みと似ている色カラーが入っているかどうか、そこがポイントになります。やっぱり馴染ませるっていうのはすごく大事なんですね。で、この色がね、ちょうどね、アイリさんのまぶたの色味なんですよ。まずは、アイリさんの今まぶた、このまぶたのお色味をもっと綺麗に見せていきます。そのためにはこちらのカラーを全体にのせていきます。で、アイシャドウブラシね、アイシャドウブラシを使っていきます。そう、イーナースンですね。イーナースンですよ。そう、これを取っていただきますでしょう。まず、このね、まぶた全体にふわーっと重ねていきます。重ねていったときに、こうやってつけたブラシとぼかすブラシというのを分けていただきたいんですね。で、ここでブレンディングブラシでふわーっとぼかしていきます。こういう感じでまぶたいっぱいに広げていきます。広げていただいてもいいのがですね、これはアイリーさんのまぶたのお色と同じお色だから、ふわーっと広げていただいても不自然な印象になりません。こういう感じでとっても綺麗な透明感。そして逆側もいきますね、はい、逆側もふわーっと重ねます。うわ、綺麗よ、アリさん、見てちょうだい。いいかしら。いいわよ。ナチュラルで、でも目元にね、こう、なんて言うんでしょう、存在感出るでしょ。そう、出たの。そう、血色で存在感っていうのが一番最強なんですね、すごい。最近アイシャドウも難しいなと思っていて、のせる位置もだんだん難しくなってきたし、ね、色味もね、これはすごいですね。いいでしょう。これはすごい。そうなのよ。で、これね、下まぶたにものせていくわよ。私ね、下まぶたを最近のせないことが多くて、ちょっと教えてほしいの。なんかね、時間が経つと、ちょっとなんていうの、逆にクマに見えちゃったりとか。なるほどね。色味も難しくて、あ、もしかしたら、ね、広げすぎてるのかもしれない。なるほど。そう、あの、アイリーさんの目元は正面ご覧いただきますと、この涙袋の部分が球体になってるんですね。ここの部分がフラットになっている方はハイライト系のものでぷっくり見せた方がいいんですけれども、アイリーさんのようにこうやってふっくらここがポコッとなってます。ポコってなってる方というのはですね、このポコってなってるところ全体に乗せますと、やっぱりちょっとクマのように沈んだ印象に見えてしまいますので、このポコッと見えているところの半分まで薄く細く入れていきます。そう、このアイライナーブラシで上に乗せた同じカラー、この同じカラーでこの際の部分を狙ってスッスッスッと置くようにこうやって乗せていきます。こういう感じ、涙袋全体に乗せていかない。これがポイントです。こうしていただきますと、涙袋の肌色のぷっくり感は残しながら、この涙袋よりもちょっと上の部分に血色とつながったお色をつけていくっていう、とても素敵な印象になります。で、次にのせていくのがこちら、エナジェティックなオレンジ。そう、エナジーをなくなってきた。エナジー大切。そう、エナジーがないと何もできないから。さあさあさあ、先ほどと同じね、こちらのアイシャドウブラシにオレンジのカラーを取っていきます。取っていきましたら、今度は、アイホール全体には血色のお色がついておりますので、今度は目尻の部分だけポンポンポン、まず置いていきます。まずね、こうやってトントンと置いていくんですね。ポンポンポンと置いていただきましたら、置いただけでも綺麗なんですけれども、置いただけだとやっぱり置いた感出てしまいますので、ブレンディングブラシでスーッとこういう感じで横に振るだけ、横に振りながらちょっと上の方にスーッと、こうしていただきますと、グラデーションが目尻側に出来上がります。こうするとね、目幅がクッと横に広がった印象に見えるんですね。オレンジがプラスされたことによって、ちょっとニュアンスで素敵に見えますでしょう。目の下は先ほどの同じブラシでね、はいはい、このブラシオレンジ取っていただいたら、この三角ゾーン、この3分の1の部分にもオレンジをプラス、こうするとまたね、統一感が出ますので、こういう感じで素敵でしょ。オレンジニュアンスグラデーションがこんな簡単に出来上がっちゃうんですね。この色も重ねても重ねてもですね、重さが出ないタイプになりますので、結構失敗しづらいカラーということでも、こちらね、とても優秀。じゃあここでね、素敵をさらに重ねていきます。これ使っていくのが、次は締め色です。この締め色を先ほどね、下まぶたに使ったこちらの産業アイラインブラシを使っていきます。やっぱりね、締めは大切でしょう。うん、締めたいのよ。そうなのよ。締めたい。締めたいんですけれども。特にこの私の目元ってちょっとぼやっとしちゃってて。確かに確かに。そうなので、引き締め方もね、引き締めしすぎちゃうと、やっぱりトレンドにはまらないっていうか。そう、ね、そうで、ナチュラルに締めたいなっていつも思ってるんですよ。ナチュラルに締めたいだけど、この3分の1の部分。3分の1の部分にちょんちょんと締めたら、1センチスッと出します。こうすると締まったけれども、ちょっと曖昧感ありますよね、締めすぎてない感。これがね、ポイントなんですよ。逆側もいくわよ、はい、
こうすると締まったけれども締まりすぎてない感、これがポイントでございます。じゃあここでインサイドを引いていきたいんですけれども、はい、まずはビューダーでグイッと上げていきます。で今上がりましたら、はい、この時点でインサイドを引いていくんですけれども、これポイントなのがですね、もう刺繍超えますと上げたものもすぐ落ちちゃう、うん、そうなのよ。なので上げたものを速攻で固定していきます。そこで固定するのがですね、実は今日は固定プラス、毛に透明感をプラスしていきます、うん、そうというのはね、肌は透明感欲しいじゃない、うん、で毛にもさ透明感欲しくなる。そう、そこをおざなりにしてる人結構いるのよ。おざなりにしてる。そう、うん、毛もねやっぱりパサついてきたりとか、うん、そうね、まつ毛も細くなって、うんうん、透明感なくなってくるんですよ。そこで透明感プラスするためのマスカラというのがこちら、うん、ウズのモテラッシュというこれ、鮮やかブルーなんですよ。これはそうなのよ。これね、このもの乗せるとブルーがポンと乗っちゃうので不思議なんですが、うんうん、これをベースにしてこの上からブラックを乗せます。そうすると髪の毛と一緒で透明感が出るんですね。透明感というのはベースがブルーなことが条件なので。ああ、これベースなの？ベースなの、ベースにしていいの。すごい。そうなのよ。これをねした、はい、内側だけ片面だけこうやってブルーをつけていきます。こういう感じで、ここで優秀なのこちら、アシオ。アシオもうね、これは汗かき族、そう、汗かき族には超おすすめ。もうファシオといえば汗かきさん、汗かきさん、もうとにかくこれは汗、皮脂、水にとっても強いマスカラですので、そう、これをね、乗せていきますよ、はい、これロングタイプです。まずはこれを下からスーッとすくい上げながら、ロングタイプなのでスッスッスッとすくい上げながら乗せる。でも上げますとやっぱり間が抜けて見えますよね。これ実はインサイドを締めていないからなんですね、うん、そこで使っていくのがね、こちら、カネボウさんの、こちらシャドウジェルライナーというですね、これブラックタイプのカラーなんですけれども、うん、シャドウジェルなので影を入れるジェルライナーということで、欲しい、そうなのよ、欲しい。そうインサイドにね、グッと影を入れてきます、うん、あー、そう、インサイドがね、どうしても欲しいんです。そうなのよ。まつげとまつげの間を狙ってこうするとクッと引き締まりましたでしょう。すごく生命力豊かに見えません？右と左比べるとシャドーラインで締めた曖昧な感じからブラックラインを入れますと突然シャドーラインとつながってとても素敵な印象になっていると思います。いや逆側も、はい、これはですね、フィット力が高いジェルタイプになりますので、スーッと滑らせるだけで、あの大人のちょっと弱ったまぶた、うん、弱ったインサイドでも簡単に引くことができます。うわ、ありがたいです。ほら、すごい若々しい印象でしょう。これだけで目が生きるのよ。そうなの。ようやくおはようございます。そうなのよ。そう、メンタのおはようございます。さあ、こうすると下まぶたに入れた血色感もちょっとさっき赤み強すぎかなと思ってたところ、うん、とってもいい感じに見えますよね。そうで、これだけでももちろん素敵なんですけれども、さらに素敵を追加するために今度は上の部分にこちらリキッドライナーのブラウンを入れていきます。アウトラインはブラウンにした理由がですね、こちらのシャドウの締め色のこちらのアイラインと似たお色ということで、上のシャドウラインももちろん素敵なんですけれども、その上にもうちょっと強さが欲しいなっていう時にはシャドウラインの上でこちらのリキッドブラウンを乗せていきます。積み重ね、人生と一緒。一緒ね。そうよ。重ね、重ねるだけね、素敵な人生が。そうね。人間というのはですね、やっぱりこう人間の渋みだったりとか色気だったりとか、なんだかそういった成熟感というの、その魅力というのは経験値が上がらないとやっぱりこうプラスできないものなんですね。メイクアップも一緒なんです。シンプルも素敵なんですけれども、重ねて重ねて熟していく。そう、重ね技によってどんどん深みや味が出てくるということです。じゃあアイラインをね、引いていきますね、はい、先ほど入れたこのめくっていただくとシャドウライン入ってますよね。このシャドウラインの上に重ねていきます。このシャドウラインの上をガイドにね、スッと引いていきます。こうするとパキッとちょっと強さがプラスされましたよね。そう、逆側もいきますね、はい、こうするだけで
とっても若々しい印象、そして抜け感もちゃんと出てると思います。一旦これで終了、うん、はい、ここからアイブロウやってチークリップが来た時の目のバランスは後から戻る感じにしていただくと、ちょうどいい感じの落とし込みになります。じゃあ次はアイブロウよ、はい、眉毛こそプチプラに頼るべしということで、今回私がおすすめなのがこちらケイトのアイブロウパレットで、今回赤み系のものを選びました。ちょっとオレンジのエナジティックなちょっとポジティブカラーとちょっと血色感がプラスされたようなものなんですけれども、ブラウンでもちょっと赤みがあることによって眉毛にも血色感、うん、そう、これがとっても相性がいいなと思って今回選んだんですね。でこれをね乗せていくんですが、はい、3用アイブロウブラシを使っていきます、はい、でこれ2色ミックスしていただいたもの、これを眉毛のカラーとしてこうやって使っていきます。ちょっと赤みありますでしょ。あるある。そう、これをふわーっとね乗せていくんですが、まずはアイリさんの眉毛はですね、眉尻がないですよね。眉尻がないので、ないところから描いていきます。基本はこの黒目の外側の上から、ここ眉山です。ここが視点でこういう感じ。ここから横に、斜め下にスッと軸を作っていきます。こういう感じで。眉山の軸ですよね。この軸を作っていただいたら、今度は下です。下の軸。こういう感じで。基本的に眉毛がないという方はですね、曖昧に描いていくと曖昧に仕上がるので、こういう感じで軸を作ってから、こういう感じで軸を一回作ります。こういう感じで軸を作っていただいたら中を埋めていきます。あ、綺麗。一回エッジをプラスしてフレームを描いてから中を塗りつぶしていただきますと、とっても綺麗な眉毛ができます。こういう感じで、こうするととっても美しい眉毛になってますでしょうね。やっぱりね、ある程度の存在感というのが必要になりますので、うん、若々しい雰囲気以外にこう凛としたね、そういった洗練されたあの品格というのは、ちゃんとした存在感と眉毛のフレームがあった方が存在が出るんです。なるほど、やっぱり強さも必要だもんね。必要、うん。アイリさんがやってらっしゃるさ、ポンって眉毛つけるやつありますでしょ。あれに顔だくらって、あれをね、ポンってやらないでこれでパカパンってつけるんですよ、ささって。なるほど。そう、慣れてきますとそれもできるようになるから。なあ、ほんとに。そうよ、慣れるかしらこれ。これもさ、私だって今数秒ですって書いてあるわ、ほら、シュッてフレーム書いちゃうんですよ、もう私の眉毛がここだよって、私の眉毛がこれだったらいいわみたいなフレームを書いちゃうんですね。で、ここからこの中を、ね、塗りつぶしていく。塗りつぶす際にはこの眉毛のブラシについている、アイブロウブラシについているパウダーのみでここでぼかしていきます。眉頭までぼかしておくんですね。そうよ、ほんとだ、きれい。そうよ。で、追加した時にですね、こうやってアイブロウブラシでふわーって描くとパキッてなる可能性ありますよね、うんうん、うまくぼかせないわという方はそれで OK、 一回描いちゃう、こうやってここから、綿棒でこのフレームをぼかしていく。なるほど。 それだけでいいんですよ。自分で頑張ってぼかそうとしてた。そう、ぼかそうとすると難しいから、難しいの。一回パキッと描いちゃうわけ。へぇー、描いた後にこうやってぼかす。そうする、馴染みいいでしょう。馴染みすごいでしょ、すごいでしょ。すごいわ、すごいわ。で、こういう感じでエッジは効いていて存在感あるんですけれども、中心に寄せすぎないっていうのもポイントです。そう、この部分が寄れば寄るほどちょっと知的な印象で、ちょっとクールな雰囲気にも見えるんですね、うん、なのでしっかりしてるんですけれども、ここは寄せすぎずにちょっと抜いてる感じっていうのがポイントです、まあ、いつものアイリさんはね、これぐらいいつも離れてると思うんですけれども、ここが離れすぎると抜け感が強すぎてしまってボケた印象に見えるんですね。間延びした雰囲気に見えます。なのでアイブロウの主張がこれぐらいある際には、あのこれぐらいのね、目頭のこの部分が点々点々真上、目頭と高さを合わせるととても上品で知的な雰囲気に見えます。すごいポイント。前頭の高さや前頭の濃さっていうところは皆さん考慮されると思うんですが、うんうん、前頭のスタート位置、うん、このスタート位置が目頭の上なのか、ちょっと内側なのか、ちょっと外側なのかによって全く印象が変わりますので、一番ベーシックで一番上品で好感度が高いというのがこの目頭の点々点々この真上です。ここからスタートっていうのが一番お顔がバランスよく見えるポイントになります。それがね、すっごく知りたかったの私。そうなのよ。なんかその日その日だって書いてる、うん、ちょっと飛び出しちゃった、まあいいや飛び出しちゃうみたいになっちゃって、うん、正解が分からなかった。なるほどね。だからすっごく勉強になります。そう、今とても素敵なアイブロウカラーなんですけれども、若干ね、よくご覧いただきますと毛の色とアイブロウパウダーの色がちょっと合っていないですよね。そこで使っていくのがこちら、ジル・スチュアートの、こちらね、ちょっと赤いマスカラの、あ、いいカラー。そうなのよ。宝石くすんだ、ちょっと
と赤みのあるね、くすみの真っ赤なんですけれども、うんうん、この色が実際出るわけじゃないんですね、うん、元々の黒の上に乗るととっても素敵な透け赤になりますので、しかもね、アイブロウマスカラというと皆さん全部につけるイメージあると思うんですけれども、うん、全部につけなくていいんですよ。そう、ファンデーションやコンシーラーと一緒で部分的に気になるところだけのせていくっていうのがポイント。うわ、これ本当にポイント。私はね、あのないのにない目尻の細いところも頑張ってますね。あ、なるほどね。 それはそれでいいんだけどね、あの今日みたいな色のセパレートがあるとか気になるところだけ乗せるのもポイントなの。そうなの。そこで乗せるのがね、ちょっとよくご覧いただくと黒いなと思うところ、この部分だけ逆立てて、こういう感じ。逆立て戻し。もうちょっと毛が短いという方は振るだけでいい。毛がある方は逆立てて戻す。こうやって毛をね、短くしてる方とか毛がね、本当にもうちょっとしかないという方はコスコスコスってする。コスコスコスほら、すごいでしょ。とっても馴染んだと思いません？全然な、あの違いますよ、右と左が。そうなの、うん、この黒い部分にコスコスコスって、コスコスコスすごく垢抜けますね、これだけ。垢抜けるでしょう、そうなの。こういう感じで素敵でしょう。とてもね、女性らしい雰囲気がプラスされたと思います、うん、やっぱりね、血色というのはですね、ちょっと女性らしさとか温かみ、うん、包容力につながりますので、アイメイクやチークやリップだけではなく眉毛にも赤みっていうのをプラスしてあげるととても温かい雰囲気になるんですね、うん、そうなのよ、これまたいい素敵よ、そうなのよ、本当にモニター見てても素敵。そうなの。ちょっといつものアイリーさんよりちょっとこの母性本能というか、うんうん、そのなんか丸みというか柔らかさ、うん、心の中の温かさというのが表現できてると思います。嬉しい、そこが表現できてたら嬉しい。そう、うん、温かみ出したい、ね、そうなの、うん、これね、皆様にも言いたいところなのが、心は温かい方なのに表情が冷たい方がたまにいらっしゃるんですね、うん、それでとってももったいないですので、うん、心の表現はメイクアップにつながりますから、だから心の温かさというのはこういったね、眉毛にも表現していただきますと、あ、この人すごく温かい印象で柔らかい、そしてなんか一緒にいると楽しそう、なんか気持ちよさそうだな、なんかこうハッピーになるなっていう雰囲気っていうのはこの眉毛にかかってるんですね。これ重大ね、この眉毛重大よ。あなたチークだけじゃないから ね、そうよ、責任重大。そう、うん、チークの血色はちょっとコビにつながりやすいんですけれども、眉毛の血色はね、コビにつながらないんですよ。確かに、わかる。そうなのよ、ほんとその通りだと思います。眉毛はコビにつながらない。そうなんです。これはまたね、メモメモですね。そうなので、血色感やぬくもりが欲しいという方はチークももちろん素敵なんですけれども、うん、眉毛を第一にね、血色感をプラスしてほしいんですよ。で、ここでチークに行きたいんですけれども、うん、もう目元にもアイブロウにも血色をプラスしてますので、ここで血色をしっかり持ってきますと逆にコビにつながりやすいんですね、うん、なので今日使っていくアイテムというのが、こちらセザンヌのこのね、血色ベージュトーンカラー。買ったわ、これいいでしょう。そうなのよ、ちょっとモーブ系のカラーになりますので、うん、ピンクで温かみなんですけれども、うん、シックなピンクになりますので、うん、ふわっと入れてもコビっぽくならないんですね。これ優秀よ、優秀ね、これセザンヌでプチプラで、うん、馴染みよしで血色感素晴らしいんです、うん、こちら創業チークブラシ、これにつけて、これは細、笑っていただいた時に出るふわっと丸みのある、このトップではなくトップよりちょっと外した外側の部分にスッ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 とかでいっていきます。そう、なぜかと言いますと、もうアイシャドウやチークに血色がありますので、頬の真ん中に血色があると血色が強すぎてしまいますので、可愛くなりすぎてしまいますので、頬のトップの外側からスッ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 と外にね、こうやってやっていただきますと立体感で小顔矯正効果にもなります。いや、嬉しい。そうなのよ、小顔にしたいの。小顔よーさんよー、外側にスッ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 、ふわーっとね、つけすぎちゃいけません。もうね、目元と、アイブロウには血色感がちゃんとありますので、優しげな印象にふわっとちょっと広範囲に入れていきます。広範囲なんですけど、顔の中央に広範囲ではなく、顔のちょっと中央より外側から広範囲にふわっと横に入れていただきますと、骨格矯正効果でお顔がキュッと締まった印象に見えます。いかわりさん見てちょうだい、はいはい、幸せそうじゃない。うん、そうなのよ。でもね、幸せボケしてなくない？
引き締めるとこはちゃんと引き締まってて、そうなんですよ、すごく自然、幸せな雰囲気っていうのね、いろんな種類があってね、本当にお花畑にいるようなね、ふわふわふわっとしてるね、幸せボケしてる雰囲気もあれば、うん、ふわっとね、自然となんかこう汚れのない幸せが、うんうん、でもこういった横に骨格矯正効果で入れたふんわりチークというのは、うん、意思や主張、そして自立心がありながらも、うん、ちゃんとね、人を守っていく力がある、包容力がありながら幸せそうに見える、ここの落とし込みどころがこのチークとこの入れ方なんだ。これすごいね。すごいでしょ。すごい、このなんと、うん、その引き締まり感もあるっていうのがすごい。難しいな、ね、この加減が。そう、加減と入れ方というのは人生とつなげた方がいいの。アイさんはもう守るべきものがあってね、そしてキャリアを積んでいろいろ経験を積んできたからこその意思や主張というのもありますでしょ、うんうんうん、そういったものとリンクした血色感というのがアイさんらしさにつながるんですね。この入れ方をすることで、うん、やっぱり上品らしさがプラスされて強さになるもん ね、うんねうん、でもやっぱりこの幸せそうに見える感じ、うん、もう本当にすごくすごい素晴らしい素晴らしいそしてここで次リップなんですけれども、リップはですね、もうとにかくテクニックレスでジューシーに若々しく見えるリップっていうのがあるんです。使っていくのがこちらハートパーセントというですね、リキッドリップになります。これ、ね、韓国の若い女性には超人気のアイテムなんだけれども、日本でも最近人気なの。ここでワンスパイス、ちょっと若めのトレンドをねプラスするっていうテクニックも若さの秘訣なんですね。それに取り入れやすいのがやっぱりリキッドリップ。そう、なぜならば最近の若い方たちのトレンドというのはですね、定着率の高いリップというのがトレンドなので、つけてもなかなか取れにくい、そして薄付きであるということ、そう、それでまたおすすめなのがこちらなの。あ、いいカラー、素敵でしょ、透けリップなの、素敵、そう、うん、でティントタイプになりますので、うん、この染めたね、つけたリップがピタッとくっついて、飲み物飲んだりとかおしゃべりしまくるでしょ、しまくるのすぐ取れちゃうもん、でしょ、それがね、ムラにならずに定着してくれるという素晴らしいリップなの、すごい、嬉しい、こんなにあのみずみずしいのにティントで、ティントなのこれ、すごいでしょ、すごい、そう、でここまでね、アイブロウやね、アイメイクをちゃんとしたときにリップまでちゃんとするとエレガントに見えちゃうんだね。エレガントに見せたいときはいいんだけれども、今日みたいなね、こういったあのお洋服のときには少し抜け感が欲しいんです。そんなときにはリップで抜いていく。しかもこれはね、なんといってもみずみずしいテクスチャーだから、唇が縦じわでね、ちょっと乾燥気味な方、すぐ皮がむけてしまうんですっていう方にもとってもおすすめなんですよ。リップクリーム感覚で使える、まあ、これね、このままスーッと滑らせるだけで、透けタイプのリップになりますので、もともとの唇の、ね、色をね、綺麗に見せてくれるタイプのリップになります。うわ、みずみずしい。今、リップでさーっと縁取っただけなんですけれども、うんうん、すっごくいいカラー。いいでしょう。みずみずしくて。そうなの、うん、で、これで、ね、ちょっと乾かしていただいた後に、うんうんうん、これをね、これやっちゃいけないのが、今全体にくるーっと囲ったんで、全体的にプルーッとなってますでしょ。これはこれで今可愛いんですけれども、これくたびれてくると刺繍超えますと、こう口角落ちてきます。落ちてきた時にですね、全体が潤っているとだらしなく見えるんですね。なのでやっていただきたいテクニックは、この下唇のフレームのゾーンのツヤだけ取っちゃいます。取っちゃうの？下のゾーンの半分だけこれ取るの、ほらちょっと今ツヤ取っただけで、見て、とっても上品に見えると思わない？全然違う。でさらにやっていただきたいのは、こういったお若い方のブランドや韓国の最新トレンドを、ね、取り入れた時にやっていただきたいテクニックが、これ絶対条件で、40を超えたらこの下の、ね、フレームゾーンと口角の部分を整えるっていうのがプラスアルファ必要なんですね。そこでやっていただきたいのが、ここでアイラインブラシ、そう、使っていくんですけれども、はい、これをね、先ほど使ったこちらのコンシーラー、このコンシーラーをね、これちょんとつけますでしょ、うんうんうん、つけましたら、これをこうやって伸ばしていきます。この口角の部分にスッと口角のフレームのツヤを取ったら、この口角のフレームゾーンをきれいにこうやって整えていきます。こうしていただくと、うわ、お上品、お上品、この口角入れるだけで全然違いますね、表情が。そう、こうしていただきますと、この最新の韓国コスメというのもとっても取り入れやすくなるんです。そう、これは40代関係なく、50代、60代、70代になってもできるテクニックになりますので、これ一生もの、本当に全部一生もの。そうなのよ、もうずっとよ、これずっと最初から最後までずっと一生ものなの。じゃあこれで今フルメイク終わりましたので、これでヘアスタイルがふわっと顔周りに来ました時、とっても素敵な印象になっておりますので、今からチェンジしたいと思います。こちらどうぞ。すごい、本当に素敵。いや、
本当に素敵よ。本当に素敵、ね、自分のありさも素敵なんだけど、今日みたいにちょっと時間をかけて、ね、丁寧に扱うとこういったクオリティを出すことができるんですね。なんかいつもよりもちょっと凛とした、ね、上品な雰囲気と、もちろん清潔感もありながらやっぱり元気感、そう本当に、ね、なんかこういう表現が合ってるかわからないんですけど、ちょっと高級感が増したような気がするの。そうなのよ、やっぱりこう年齢に欲しいこの上品感って、ね、なかなか出すのって難しいんですけど、本当に綺麗に仕上げていただいて、ね、そうよ、あとやりすぎた感じもないでしょ。ない、そういろいろあれこれ重ねてるんですけれども、全部に重ねてるわけではなく、ポイントポイントで必要なところにしか載せていないので、ある程度の抜け感もありながらおしゃれ感もやりすぎていない。そして年齢なりな上品感だったりとか欲しいものも全部詰め込まれている。そう、ここが落とし込みどころだったんですよ。すごい、もうすっごい言ったこと、素晴らしい、本当に素晴らしい、すごい、もう自分の涙でこれ落としたくないの、これどうしたらいい、いや、そう、そしてね、なんといってもこれ崩れにくいのがポイント。崩れやすいポイントにはちゃんと仕込みを入れながらも、あとは抜け感を出したりとか、もともと持っている肌色、そしてもともと持っている目のくすみ色を活かしているので、時間の経過でメイクというのは必ず崩れるんですよ。その崩れたことを考慮してメイクしているので、崩れ方がとても美しい。私びっくりしたのが、シェーディングを使ってやせなかったでしょ。そうなんですよ、なのに小顔効果があるっていうのが、そうなの、すごいテクニックだなと思って。そうなんですよ、びっくり。そう、ファンデーションのつけ方だったりとか、のせる位置だったりとか、そういったのせ方の組み合わせ、レイヤードによって自然と小顔に導いて、本当にこれは勉強勉強ですね、この後もね。いや、本当にすごいテクニック教えていただいて、いや、とんでもございません、こちらこそありがとうございました。はい、私一緒に出させていただいておりますので、はい、本当にヒロさんの、もう皆さんご存知だと思うんですけど、ヒロさんのチャンネルは本当に皆さんにエナジーをくれる、いや嬉しい、いや本当にハッピーをくれる動画なので、どちらもね、はい、メインのチャンネルも、あと東洋の日常も、はい、本当にどちらも大好きで面白いので、ぜひぜひ遊びに行ってみてお待ちしてます。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。ありがとうございます。